違反でしょ。カルテル気取らんで医者なんか一瞬医者はもうやめるじゃない。それ検察が、あれそれがね、あのだからね、あの誰か映画監督は知り合いいます？いやいやいや、もしだったら私嘘言わないしね。本当に映画だから、あだから検察がこれ交際で私無罪貸し取ったでしょ。検察がなぜ上告しできないか、これは今言ったように私によって重罪じゃねえぞとやったわけ、やったわけですよ。いいだろうって、じゃあそれこそ持ってこいじゃねえか。おい、それ確定します。だけど私の車はまだ、私の車はですね、市原なんかはそういう私の交際法やってるので、私に命令と現状と合わせて、その私の財産であり、無実をこれを証明するね、あてであり、それからあいつらの公文書偽造ですよ、それから人のものを盗んでおきながら勝手にあの処分してなくしたと、こういう手取りが起こって、その車をやってる、まあこれから国名で判断する。ああ、ところがみんなね、検事訴えと告訴してるんですよ。でも検事なしだとかね、ざけたこと言ってるわけですよ。だからこうやって言わないと、一人で告したってそんなものを紙書いて、ほんであと捨てちゃうわけです。だから凱旋もやり、書類も書き、皆さんにね、こうやって聞いてもらったり、真実をインターネットで本当に流すんだけど、本当にね、戦ってるやつっていうのをね、まあ、ちょっと警察だとかね、検察だとかね、全然邪魔するのもあるんですけども、まあ、あなたは違うかもしれないけども、本当に検察とね、マジで組んでると、まあ、ぶつかり合ってる、そういうのは怖いから、相手にしたくないにしても弱いんですよ。ただ、大高庄司みたいにバカはね、ああいう軽いやつは、やっても結局、死んだら、まあ、裁判官一人とかね、警察がどの方で来るけども、戦う相手が違うから、みんなで怒涛組んでやれば、押し切れることができるだろうって、あんまり考え持ってるんですよ、あのパンは。大高なんてのは大バカ。
私の前、弁護士が私を陥れようとしたんだから、記者会見なんてし、開こうなんて思わない。やれよ、ほら、一発で私の北爪はっていうね、あなたも、ね、冤罪被害者の北爪さんですかって言ってくれるんでしょうけども、それさせない。世間にそういうあれが、それだから、まあ、あなたが言うように、国売をやるのにも、やらないと、その、みんな敵なんだよ、私は。あれもだから事実もあるよね、またそういう被害者もね、あるしね、だからそれはまさに証拠なんですよ、ちゃんと皆さんの前でね、堂々とそのあいつは悪いの、あの裁判官は悪いって言うんだからですよ、それをなしてって言ったら、初めて聞いてくる人に対してですよ、もうホームランだよと、さっき言ったようにね、カルテの偽造なのに、標本だもん、ね、こうふざけんじゃないってなるでしょ。これも経緯があって、証拠もあって、ね、弁護士をこいつだからやるんだけども、あとでね。そういう証拠がなければ、とてもじゃないわ、警察ね、裁判所なんて戦えませんよ。まあ、バカだから、大高商事はバカだから、まさに、そういうもので、主張するときに主張しなきゃなんで、主張しないできないんですよ。そんなことをやってるのに、周りで応援しなくちゃなんないと。今、強くて何時ですか。ああ、じゃあ、細い。やめて、ダメだ。あいつらでしょ。こういうね、世界なんですよ。寒いで、あれ、現実でしょ。現実でしょ。嘘言ってるから、ってもらわないでしょ。本当ですよ。証拠でもなければ、本当に信用してもらえませんよ。